門脇麦は日本の女優、本名同じ、マニテ所属、父の仕事の関係でニューヨークで生まれて5歳まで過ごしその後、東京で育つ、幼少期よりクラシックバレエを岸辺光代に支持。5、6歳の頃からバレリーナを目指して真剣に取り組んでいたが、中学2年生の時に限界を感じて断念。バレエに代わるものを模索する中で、 高校生の時に10代の宮崎葵葵優らが出演する邦画作品を見て同じ表現者としての役者に関心を抱き私も映画に出てみたいと高校を卒業する頃に芸能事務所に履歴書を送付卒業後芸能界入りを反対していた両親を説得し芸能事務所に入る2011年テレビドラマ三崎キナンバーワンでデビューデビュー当初は ブルーミングエージェンシーに所属していた。2013年、チョコラ BBFE チャージの CM では大となり、同年、日本では初めてという写真集の映画化、スクールガールコンプレックスで初主演となる。2014年に公開された R18 指定映画、愛の渦では、地味で真面目そうな容姿ながら、誰よりも性欲が強い女子大生というヒロインをオーディションで勝ち取り、 初めてぬればやヌードに挑戦。同作及び、闇金牛島くん、パートにシャンティデイズ365日、幸せな呼吸での演技により、第6回玉映画賞最優秀新進女優賞、第36回横浜映画祭、最優秀新人賞、第88回キネマ巡邦ベスト10、新人女優賞の新人各賞を受賞している。2014年、 日本テレビ系列シーンやドラマセーラー服と宇宙人地球に残った最後の11人でドラマ初主演。2015年には NHK 連続テレビ小説マレに出演し、ヒロイン土屋太志大鳥の友人役を演じて注目を集めた。2016年には二重生活で映画単独初主演。2015年10月30日。 急性のドズ外炎のため検査入院。ヒロイン役を務めるドラマ、火花の、クランクインを翌月に控えての大事をとっての、入院とされた。11月2日、喉に見つかったポリープの切除手術を受ける。後日、実際には、主演映画、世界は、今日から君のものクランクイン前日の、緊急入院であり、死を覚悟するほど大きなものであったことを明かしている。 2018年、若松プロダクションの実話を元にした映画、止められるか、俺たちを、で、若松浩二監督の下で映画作りに没頭する、主人公を演じ、第61回ブルーリボン賞主演女優賞を受賞する。2019年5月、映画、さよなら唇での役柄である、小松七とのギターリオ、春レオとして、ミニアルバム、さよなら唇で、CD デビュー。 この映画での演技が評価され、第41回横浜映画祭主演女優賞を小松と共に受賞した。ありがとうございます。